あやさん対戦お願いします。あやさん女の子かな。そういえば今日バレンタインデーですね。俺今年のバレンタインは彼女がなんか生チョコ作ってくるらしいから、この後あの彼女家に来て持ってきてくれるんだけど、チョコレート。これ本当だよ。まあ、多分チョコレートの写真、セイ X とインスタグラムにフォローしてくれた人限定でアップすると思うから、まあ、あのまだフォローしてない人はぜひ概要欄から。ちょ、フォローしておいて。やばい、え、これ行かないよね。はぁ、行くの、は、てめぇ、やっちゃったね。あやなあ、え、お願い、ちょっと、やばい、一回やめて、あやちゃん、本当に。はい、ここからこいつ処刑します。まずは1ストック。お前アヤって俺の元カノと同じ名前だからって許さねえからな、マジで。身の程をわきまえよ。どうせおめえみたいなやつアヤとかいう名前してるけど、実際中身は中級陰険男子でバレンタイン誰からもチョコもらえねえタイプのやつだろ。一回もチョコレートもらったことないだろ、お母さん以外から。俺はあるけどね、俺は今年も彼女からもらうし、生チョコレート。リアルでも勝って、ゲームでも勝つ、それが俺のモット。これ回避の確率。81.17%。やばい。お前か、ちょっと俺今さ、今戦闘力割といい感じなんだよ。まあでもこいつ戦闘力バチクソ高いから、まあ、負けでもそんな減らないからいっか。逆に食ってやる。てか俺前こいつに勝てなかったっけ、1、2回くらい勝てなかったっけ。勝てるんだよな、ユリエ82歳は。ぶっちゃけヤガミライトはもう即死中で頭の中即死のことしか考えてねえから、まあ、あいつはねちょっときついんだけど、ユリエはぶっちゃけいけるんだよこれ。ということで俺の戦闘力神への養分になってもらいます。さあ 85% 対 52%、 93%。 うわっ、そうだ、ユリエあそこ勝ってくるんだよ。そこ職場しないとまずい。いやこれはぶっちゃけ大丈夫、本気ずらせば。ほらこいつぶっちゃけね、即死は大したことないんだよ。そろそろ撃墜しないとまずい。これ以上突き放されたら負け方が確定する。さすが、あ、これちょっともうベク編わかんない、これどうやって見んのベク編。いや高っ、お茶吹いたわ。待ってこいつ戦闘力バチクソ高えぞ、思ってた 3.5 倍高かったんだけど。これ桜井行ってない、これちょっとボーダーわかんないんだけどさ、これ行ってるだろ桜井。よし、こいつカムにするぞマジで。あ、いいね、焦んな、一気に行かれんな。やばい、来た、ここで突き放されない。今日の俺は人は違う、今までだったらあそこで一気に突き放されてたんだけど、今日の俺は人は違うよ。落ち着け、焦んな、あいつは俺が焦って攻めてくるのを待ってんだから。相手の思惑通りになるな。さあ 96% 対 72%、 これはちょっと先制していくよ俺。ねえ、レバガチャ早い、いいんじゃやん。お前チョコレートもらったことある、バレンタインとか。あ、ねえもうこれもベカわかんねえってマジで。ちょこれやばい、光る風使うか。あのコメント欄で痛いとかキモいとか言わしめた。もっと早く、相手の動きよりももっと早く僕が理解し判断し、はん、ねえもうこっち優勝中なの、まだ光る風発動できてないの、やめろや途中で。うわー、サンストやだな、こいつとサンストとか。もうこれ最初からクリティカルウィンドウ光風発動しようかな。みんな知ってる俺の必殺技、新技クリティカルウィンドウ光風、動画見てくれた、マジ最強技だからねあれ。コメント欄でボロカス言われてたけど、キモいとか痛いだの。いやもうこれやるわ、行くわ、光風戦敵主張、もっと早く相手よりももっと早く僕が理解し判断し反応することができれば、やがて世界は止まって見える、それがクリティカルウィンドウの一つ、光風。
ねえ、もうミスったー、最悪なんだけど。もういい勝負してたやん、あそこまで。ねえ、こいつやめて、これシャレよね、シャレよね。よし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 、やっぱこいつの即死は大したことね。ねえ、やばいって。やだ、やめて、危ねえ。やばい、これ本当にもうこれやらないと負けが確定する。だからサノスヤなんだよ、こうなるから。俺今気づいたけど、これまだ1ストックも落としてないんじゃないのこいつ。ちょ、やばい、ちょ、まず1ストックは落とす絶対。うーわ、なこいつ全部読んでくる。危ねえ。殺すぞ、これ1ストック取ったら俺も勝ちね。なんで知らないの。まだかよ、このおかげで殺すぞ。いや、これはね、こいつ煉獄悟ってんだよ、これ分かってんだよ、おめえ。あれ煉獄行ったら逆に返り討ちに合うから絶対落とすぞ、これ。うわっ、こいつやべえな、マジでガチで1ストも取れないんだけど。マジ、こいつが煽り中じゃなくて心の底から良かったって思うわ俺。こいつが煽り中だったら俺スイッチとコントローラー同時に破壊してるわ、間違いなく。待って、X も出てほしいくらいだよね、もはや。まあ、とりあえず勝つわ。最低でも1ストは落とす。この命に変えても。このエクスタシー、命に変えても、こいつの1ストは落とす。最低ね。やめて、やめて、あっ、でもやめてよ。やばい、46% でぶっ壊された。ねえ、お前即死になってない？怖い！あ、これ受け身！よしよしよし。ここでも、ここで付き合わされたらもういつもと同じ。サンタナコース。ねえ、下スマ当たんねえんだけど、こいつマジで。警戒してろ、俺の希望の下スマホープ。もうこれ無理やん、こうなったら。めっちゃジャスがしてくるし。ああ、今度はずらしたけども、160%って、もう家はもう無理や。これ別にこれ1ストも落として負けようが1ストも落とさず負けようが一緒だし、正直どうでもいいし。ああ、そういえばロボットで言えば、俺この間ね、彼女がなんか俺に作るバレンタインのチョコの材料を買いたいって言うから、イオンにお買い物に行ったんですよ。そしたらなんかイオンの中にあるゲームセンターのモーリーファンタジーっていうところでプリクラ撮りたいって言うから、まあ俺正直ね、プリクラ撮りたくなかったんですけど、はい。はい、ということでね、まあ今回はこんなところですかね。ちょっとユリやばくね、あいつマジで。あいつ俺がチャンネル登録者5000人の頃からさ戦ってるけど、なんか強かった今日が一番気がする。はい、ということでね、まだあのチャンネル登録と高評価しないよって方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントと概要欄からせ X とインスタグラムフォローも行きますので、そちらもぜひお願いします。ということで次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。